どうもこんにちは、モナボンです。今日は1月27日の金曜日ということでですね、今週も仕事に学校にもろもろお疲れ様でした。今回話すのはですね、来月に僕久しぶりにディズニーに行くことになりまして、すごく久しぶりなんですよ。なのでちょっとディズニーの話をですねしたいななんて思ってます。で、取手から行く場合はですね、電車で行くのであれば取手から常磐線の各駅停車に乗って、新松戸まで出て、そこから武蔵野線の東京駅行きに乗れば1本だった気がする。で、車で行く場合は、高速使う場合は294をずっと守谷の方まで行って、守谷にあるやわらインターってところから常磐道に乗ってで、確か常磐道から乗るともうずっとそのまんま三郷ジャンクションを突っ切ってまっすぐ行ったら葛西ジャンクションっていうところに突き当たるんですよ。で、葛西ジャンクションを確か左に曲がっていくと着いた気がするんですよね。で、葛西ジャンクションに差し掛かるともう先の方にシンデレラ城とか、あとディズニーシーの火山とかがもう見えるんで、あの辺りでディズニーだっていう風にちょっとテンション上がりますね。ディズニーに行くと必ず乗るアトラクションって、今回ランドに行くんですけど、ランドだとなんだろうね、イッツ・ア・スモール・ワールドとか、あとビッグ・サンダー・マウンテンとか、あとあとバズ・ライトイヤーのやつ、あれ結構僕好きで毎回乗るんですよ。ただランドといえば今は美女と野獣ができたということで、もう2年前ぐらいにできたのかな。せっかくなのでそれもね行きたいなというふうに思ってます。で、ディズニーのことを調べててすごい興味あるのが、カリブの海賊って分かりますかね。アトラクションがあるんですけど、あれ乗ったことある人は分かると思うんですけど、船着き場から船がこう出てすぐ右側になんかレストランがあるんですよね。で、子供の頃からあそこ一体何なんだろうってすごい興味があったんですけど、あそこを調べたところによるとブルーバイユーっていうレストランらしい。どんな料理出るんだろうと思って調べたら、なんかもうがっつりコースのメニューが出るらしくて、普通に高いレストランだってことがこの前分かりました。いつかね行ってみたいななんていうふうには思いますね。あとはすごいディズニーの中でも雰囲気的に好きなのはスプラッシュマウンテンのエリア、あの辺りが僕すごい好きで、なんかこうなんていうんですかね、カントリーな感じっていうか、ちょっと落ち着く感じ、あの感じがすごく僕好きなんですよ。バズ・ライトイヤーとかスターツアーズとか、あの辺りの近未来的な感じよりはどっちかっていうと、ああいうスプラッシュマウンテンみたいなカントリーチックなところの方が僕は雰囲気がすごく好きですね。あと調べたら昔ゴーカートがあったんだけど、ディズニーランドってそのゴーカートがなんかなくなっちゃったみたいなんですよね。で、そのなくなったところに美女と野獣のエリアができたということらしくって、昔本当にまだ小学生とかの時でしたけど、その時は本当にゴーカート何ループもして乗ってた思い出があるんで、あれもうないのかと思ってちょっとびっくりでしたね。残念というかびっくりっていう感じ。あとこの前ヒルナンデスを見たら、陣内智則とか風間俊介がディズニーランドでこうなんかハンドフードを食べ歩くみたいな企画をやっていて、なんかビッグサンダーマウンテンとかの近くでターキーレッグだったかな、肉汁がすごい出てくるチキンが売ってるみたいで、それがなんかめっちゃうまそうに見えたんで、ちょっとそれをね食べたいなというふうに思いますね。ディズニーって結構なんかワゴンとかそういうとこでハンドフードいっぱい売ってるじゃないですか。だからレストランに入って昼夜食べるのもいいんですけど、なんかあえてレストランに入らないでそういうハンドフードだけで小腹を満たすっていうのもちょっと楽しそうだななんて思ってます。来月ね行ったらまた、感想を報告できればと思ってます。話は変わりましてですね、もうオープンして1ヶ月ぐらい経つんですけど、取手の戸頭にビッグハウスっていうスーパーがオープンしました。太陽ができるよっていう風にドライブ動画とか、あとは映るんですを探す動画でも確か言った気がするんですけど、名前としては太陽ビッグハウスっていう名前でスーパーがオープンしました。ついに建物はね結構前からもう出来上がってたんですけど、できてからオープンするまでが若干期間が空いたかなという印象でした。いつオープンするんだろうなというふうに思ってたんですけど、昨年の12月にオープンしました。でオープンした初日は僕仕事だったんでもちろん現地には行ってないんですけど、Google マップとか見るとふれあい道路っていう道路沿いにそのスーパーがオープンしたんですけど、ふれあい道路がもう Google マップで見るともう真っ赤になってるんですよね。赤は渋滞してるよっていうサインで、緑は交通量少ないよっていう意味なんですけど、本当にそこら中の道路が真っ赤になってて、もうふれあい道路も本当に守谷の方面から来る方向がもうめちゃめちゃ真っ赤になってましたね。あとは新大利根橋から来る車も多かったみたいで、柏方面から取手方面の道路はもうやっぱり赤くなってましたね。それぐらい本当にオープン当日は周辺は結構渋滞したみたいですね。で肝心の僕はですねまだ行ってないんですよ。でビッグハウスって僕聞いたことなかったんですけど、なんか緑野だったかな、筑波の緑野の方にも確かすでに1店舗あるみたいで、他にもね何店舗かあるらしいんですけど、この辺だと緑野にすでに1店舗あったらしくって、知ってる人は知ってるっていうようなスーパーだったのかなっていう印象ですね。土日とか通るとやっぱりまだふれあい道路もちょっと混んでたりしますし、294の方からふれあい道路につながる道路があるんですけど、戸頭の団地の中とかを抜けてくる道路、そこもビッグハウスの周辺は結構混んでますねやっぱり。それだけ注目度が高いってことなんでしょう。でどうやら確かあそこ駐車場が2階まであった気がするんですよ。前を通ったことがあるだけでオープンしてからは行ってないので、ちょっともし違ったら指摘していただけると嬉しいんですけど、なんかこう1階の駐車場からスロープみたいになってて、2階にも駐車場がある感じなので車は結構止められるんだろうなっていう感じですよね。これで辺りは本当にスーパー激戦区になったなっていう印象ですね。ビッグハウスがあって八百幸があってスーパーママがあって増田があってっていう感じなので、本当にどこのスーパーに行くかっていうのが悩ましいところですよね。やっぱり土日は混むのかなっていうふうに思うので、そうですね、平日の夜とかまずは空いてそうな時間を狙って一回行ってみたいなというふうに思います。実際行ってみたらね、また感想とか、こんなの良かったよとか、ここちょっとあれだったよっていう何か気づいたこととかシェアしていければなと思ってますので、その時はまたぜひ聞いていただければと思います。それでは今日の内容は、ディズニーランドに来月行くぞっていう内容と、戸頭に太陽ビッグハウスっていうスーパーがついにオープンしたぞっていうお話でした。それでは今日の動画はこの辺りで終わりたいと思います。また次回も聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。